こんにちは、果実シュラーのまさきです。今日の動画は、試飲会。こちらは以前つけた銀梅花、あるいはマートル酒ですが、つけてから3ヶ月の月日が流れましたので、今日は第2回目の試飲を行っていきたいと思います。はい、こちらが近くからの映像です。画面からは、真っ黒に見えるかもしれませんが、よく見ると黒紫色をしています。では、ついでいきます。おっとと、ちょっとこぼしちゃった。きました。はい、告げました。では飲んでいきます。春菊酒が少し鼻につくかな。結論が出ました。こちらの3ヶ月目の銀梅花あるいはマートル酒評定は3.5ポイントです。相変わらずフルーティーさを半分削ったブルーベリーの味に春菊の香りを付け加えたような味わいになっています。飲み物の味に春菊の香りが付け加わって嬉しいかって聞かれると、僕としてはそこまでは嬉しくない。イタリアでは結構マートル酒が作られているそうですが、僕の口にはあんまり合わないかな。まあ、まずくはないんですけども。それでは今日の試飲動画を終わりといたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。